はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。では、信長の野望大使、続きをプレイしていきましょう。前回ですね、美濃全域というわけにはいかないまでも、西美濃を除く、美濃の大半部分を手に入れた信長なんですが、今、1559年3月になってます。で、兵糧もないので、しばらくはおとなしく内政の方に専念してですね、来たるべき決戦に備えていこうかなというふうに思っています。では、稲葉山証券に進出をしておきましょう。あとは投資ができるところにバリバリ投資をしていきたいんですが、いかんせん金もあんまりないんで、投資が少なくて済むところに地味に投資を入れとくっていうところかな。で、あとは大垣で種まき、どこで種まきするかだよね。岐阜かな。岐阜で種まきしましょう。で、この後は、観音寺を攻めるんですが、1560年になると、史実だと桶狭間の戦いが起きるんで、それがね、起きるかどうかっていうのを見極めながら、次の打つ手を考えていきたいと思います。で、表情だな。再興させよう。幌州結成を入れたいんで、軍事と農業等々を入れていきたいんですよね。まともなやつがいないな。農業は？農業誰もいないか。今回でも幌州無理？これで表情を終える。幌州には何が足りない？農業があと4足りないね。しょうがないですね。論議40に余ってるけど、それ入れるのもちょっとないしな。表情活性を入れてもいいけど、ちょっと足りないか。新参抜擢も足りないね。となると、サラサラ声とか意味ないしね。先方提案にも微妙だしな。何はともあれ、ちょっと一旦残しますか。じゃあ次に進みましょう。で、ちょっとだけでも兵糧を買っとく。取引を行いましょう。仰せの通り、ありが結局とう今ござ兵糧いゼまロしなんた。でね、570で何ができるのかっていうのはあるんですが。で、次のターンでまた足軽を雇いましょう。報告いたします。先月の収支でございます。かしこまった。バリバリ足軽を雇って、岐阜でも足軽を雇っていきましょう。取引鉄を砲行もいま買っしていょう。こうぞ。買っていくぞってなっちゃいましたけど、買っていきましょう。仰せの通り、なんといってあもり三がと段打うごちざといまね、した。兵の分離を進めたいんで、岐阜と、そうだな、清須とどっかに関してはあと5つだったっけ。ちょっと志確認しますか。まず軍役免除を発動させるには、農兵がゼロで足軽2000以上の拠点は5個でしょ。で、三段打ちは鉄砲2000以上承知だから、いずれにしても金がかかるんですね。いずれにしても金がかかるんで、岐阜城に関しては、ある程度揃ってきたタイミングで農兵をゼロにしましょう。そしたらまずは、さっきの話で、岐阜城に関しては農兵をゼロにしてしまいましょうね。で、清須に関しても農兵はゼロにしよう。で、末盛城もゼロにしよう。ただ、足軽が入ってこないか。
そうなるとある程度大きい城じゃないと無理ってことが分かったんで、名古屋はちょっと待ってくださいね。今だと歩兵をどこで入れるかだな。名古屋はどこまで行ける？ 2000 は行けるか。2000までにして農兵をゼロにしよう。鳥峰は無理だね。一瞬でわかるけど。ここも2000は行かないよね。行かないね。郡上八幡も話にならないでしょ。大垣は？大垣は行く。あとは鳴海とかどう？鳴海行くね。ちょっと金が心配にはなるけど、よしこれでいい。金をバンバン使っていきましょう。金をかしこまった。あと投資が効くところ、金はあんま使いたくないんで、ちょっとねケチくさい言い方になっちゃいますけど、よし今度こそ農業だな。なんかパッとしないよな、まあ、これやれば農業9入るんで、35になるのはなるんですが、ちょっと再興させましょう。誰もいない、まともなのが、まあ、ここはそうだな。そしたらまずは小牧でしょ。であとはひねのも論議24、あとは芝かな。古今伝授、まあそれは置いといてだ。ホロ州結成しましょう。ホロ州結成、部隊移動速度上昇大。庭長秀よく愚心してくれましたね、意見を。あとは城内調略、敵の降伏を早めて、こんなもんでいいかな。よし、これで合戦が楽しみになりましたね。でちなみになんですが、歩兵でいうと、まず大垣に関しては農兵をゼロにして足軽を2000にするでしょ。で1個目で岐阜も同じようにするでしょ。岐阜に関してはむしろ4000まで上げる、4000まで上げて、で清須も2000までにしとくか。2000にして、これで3つ目。で名古屋も2000で足軽0で4つ目で、鳴海はどうなってるんだっけ。あと1個必要なんですよね、解放するには。で鳴海で達成できるね。よし、これで兵の分離、軍役免除が発動できますね。報告いたします。先月の金がないね。金が、進出できるところはないか。進出する方が断然安いんで、進出したいけど白いところがないんでしょうがないね。ちょっと今回のターンは見送ろう。金がなさすぎる。9月になれば兵糧が3万ほど入ってきますからね。よし、兵糧が入ってきた。でできれば1560年まではおとなしくしてたいので、おとなしくしておきましょう。
で、岐阜で開墾。かしこまった。郡上八幡でも開墾。あとは清洲でも開墾。あと開墾した方がいいところ、名古屋でも開墾だな。で、大垣も開墾しましょう。で、他は特段ないか。じゃあ、清洲は労役免除に変えて、あとは鳴海か、末盛か。まあ、末盛だな。末盛では、労役免除にしよう。で、鳥峰で、開墾かな。これで全部使ったでいいかな。そうだね。かしこまった。で、あとは、落座を入れておきたいけど、金がないわ。マジで金がない。ん、今川と六角が戦闘始める。ここは拒否だな。ちょっと待ってね。これどういうこと？六角が日野に攻め込むってこと？これさ、どうする？戦線する？今川に対して。いやー、今じゃないな。7200の兵が、総大将がしかも吉本自らか。これが日野に侵攻すると。であれば、そのタイミングに合わせて観音寺攻めましょうよ。おそらく、日野城に出陣しますよね、観音寺が、六角は。そこでこちらが、小田川が観音寺に出陣すればいいな。よし。そうしよう。まずは宣戦布告。阻む者生かしてはおけぬ。その上でだ。万馬城に兵を集めましょう。進め。近江侵攻開始ですね。近江侵攻開始。報告いたします。で、表情だね。お、秀長が光ってる。軍事40か。まあもうちょっと来てもいいかなって感じはするけど。あとは軍事の成政。今回軍事がだいぶ上がるね。軍事が上がるとなると軍事をやった方がいいよな。先方提案にする。足軽徴用。いや、ここは一本入れておこう。待て。兵糧8500を織田家に譲渡、拒否。で、今川勢は総勢3万の軍勢。いやー、恐ろしいな、この3万の軍勢って。ただ六角の方も1万4000の軍を集めてますね。で、天下布武が発動して軍役免除ですよね、きっと。よし、軍役免除の効果ちょっともう一度確認しておきましょうか。兵糧の表示激しいけど、農民の納める兵糧が増える。あ、これは嬉しいですね。かしこまった。かしこまった。で、出陣したのを見極めて開戦するのを待ちましょう。開戦するのを見極めたら、開戦したね。そしたらだ、こちらもすかさず観音寺に攻め込みましょう。
する。一人たりとも逃すな。今川への助力が多いな。そしたらここは多少のダメージを受けてでも信長は力攻めに変えて一気に城を落とそう。よし、観音寺落としたね。でだ、問題はだ、義元が鳥峰に向かうと。なるほど。では我らも鳥峰に移動しましょう。出陣する。いやー、ここを勝ち残らないと厳しいな。鳥峰が取られるとかなり厳しいんで、観音寺取ったものの鳥峰が危ないとなるとかなり厳しいね。で、兵数で言うと信玄はどこに来る？信玄の5000はどこに来るかわからないな。あとは義元の方の兵数は 23,500、統率は高いけど士気がどうかってところだな。織田軍の方の士気は高いはずだ。そうですね、ちょっとじゃあそこを見ておきますか。決戦の直前まで進めましょう。いや、一気に緊迫した情勢になってきましたね。先月の収支でございます。まずは集結中って言ってるけどさ、どんだけ集結すんだよ。恐ろしいな。まずは配属しとこう。観音寺に移動で、清須から桑山、大久保、あとは明智、ひねのも入れとこう。で、そ、怖いのはそこじゃないんですよね。まずは種まきをし、あ、火まきをしておいて、かしこまった。問題は信長の本体1万をどこまで攻撃させるかというと、一旦は土田に入れよう。で、合わせてちょっと兵の数が少ないんで、攻撃開始でここに土田に兵を追加で入れよう。部隊追加。3900が集まる。合わせて1万6000か。よし、まだ早いんでちょっと待ちましょうね。で、義元が来るね。ここで義元で来るのを見たら、ここで行軍で郡上8万とかはもういいな。そもそも間に合わない。4000の兵を集めて行軍開始。
いや、いよいよ吉本との決戦が近づいてきましたね。ちょっと今回短いんですが、一旦ここで終わりにして、次回吉本との決戦をお届けしたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。